よく勝ち上がったな。ただ次はそうはいかないぜ。準備はいいか？ま、無理はしないことだな。続きましては準決勝第2試合です。まずは初戦をあれよあれよとすり抜けたラッキーカップル。ふざけんな空気読めよ。クラウド&エアリスの入場です。廃墟からの刺客、盗んだものは数知れず。アウトローの街から弾かれたアウトロー。皆様、お手持ちの貴重品を今一度ご確認ください。極悪卑劣ベグ盗賊団の入場です。あの人たち、ここであったが、サフレメン。ウラビ、晴らさせてもらうぜ。100年100年も経ったか。うるせえ。嫌がる。え、何？おっと、これはどういうことだ。どうやら盗賊チームは8名でエントリーしたようですね。え、ずるい。ここはルール模様の闘技場。コルネオがいいって言ったらいいんだ。オッケーが出てしまいました。わあ、めちゃくちゃ。だぜに無勢、ここに極まれ。大乱闘が予想されます。皆様、見失わぬよう決して目を離さないでください。それでは準決勝第2試合、レディーワン。調子に乗るな。私の出番。燃え上がって飛んでけ。うまく使って任せるね。落ち着いていく。はいはい、ここから行くよ。交代。下がって。はっ、なんと。なかなかやるじゃねえか。そりゃそうさ、あたしがもんだからね。それにあの手、視線の一つや二つは超えてるね。ふん、この町じゃ珍しくもねえよ。ともかくお互い決勝だな。
かけるか。変わらないね。あんたいつか路頭に迷うよ。そしたらまたお前のところに転がり込むさ。人生で唯一の汚点だよ。まったく。